강연한 역사. 또 메이지 유신 이후 당해했던 모진 세월 속에서 그가 느끼는 고구려는 그리 먼 이야기가 아니다. 1300년의 시간이 지났습니다. 고구려から 일본에 많은 사람들이 도착했습니다. 하지만 まあ、振り返るとその時間っていうのは人間の時間の中で考えるととてもこう短い時間だから、まだついこの間の出来事っていうふうに考えれば考えられる距離だと思うんですね。むしろそういう距離感を私たちはとてもこう大切にして持っていきたいなっていうふうに思ってますけど、오늘 공연의 주인공은 고마 게이코 씨. 세계의 사업체를 운영하면서 고마라는 세계 평화를 위한 비영리 단체를 조직해 활동하고 있다. 고마 게이코도 모시마스. 生まれた時から父に国理を直結しそうなので、そのことを誇りを持って生きるようにと言われて、3歳の時から世界の平和に乗って願いながら生きてきて、今世界平和を実現したい気持ちで NPO で代表して世界各地いろいろ歩いて活動しています。고마게이코는이다키신과함께고구려의전설이라는연주회를정기적으로갖고있다연주가이다키신은고구려역사를테마로한즉흥연주로유명하다結局天の帝の子ですからね、チュモンは天の子供なので、みんながこう幸せに生きれるっていうその心とか精神がありますから、 それに触れるとね、やっぱり皆さん泣いちゃうんです。2007年부터는해외各地を순회하며퍼포먼스를펼치고있다。이다키신의연주와함께고마게이코의신앙송으로진행되는퍼포먼스。コクリ伝説、天地のあけぼの、母は月の光を受け、暗闇の中に天から降り注ぐ光を見る。やがて光が、고구려가하늘의평화를땅에실현하려고했던가장아름다운국가였다고믿고있다。時の流れ、そうですそうです、未だに私の中に受け継がれて、だから終わってないって、コークレは滅んでないって感じてます。私ここの伊田木先生のコンサートに来させていただいてから、そのコークレの存在を、なんて言うんでしょう、ジャコーですか、王様が日本に来られてたこととか全然知らなくって、で、あちこちにコークリの人たちが住んでた、歴史の跡とかがあって、なんて言うんでしょう、なんかこう今まで表に出てこなかったそういった歴史とかがあるっていうことが、すごい今興味深くって、はい。レイカクシャ、日本アークを演じる団体だ。이 단체를 이끌고 있는 시바스케아스 씨는 국내 청에서 악을 연주하는 악사로 30년간 근무했었다. 일본 악의 한 축인 고마 악, 즉 고구려 음악을 연주해왔다. 네, 이 고마 악과 도 악과 중국 음악은 이게 8세기에 入ってきてるんです。 700년ごろ。 고마 악은 ですね、 そうですね、550年ぐらい前、だから550年、西暦550年ごろ入ってきてますんでね。日本アーグは、당나라음악인좌방음악과고려음악인우방악을축으로구성된다。고마악과당악을구별하는가장큰특징은관악기로고마피리가사용된다는것이다。당악의용피리가신
칭찬 소리라면 고마 피리는 높고 세련된 소리가 특징이다. 고구려 피리악곡 총 49곡이 실려있는 책이다. 고마악은 작곡가를 알 수 없지만 모두 명곡으로 평가받는 곡들이다. いかにもその筆頭楽にはない、素晴らしい音楽もありますそういえばこれナソリって書いてあるねナソリの葉これももうすごい名曲ですはいそれからこの葉に続いてこれちょっとページになっちゃいますけどこちらがナソリの葉でここからナソリの9というのが銅9とこれも素晴らしいですねこれはもう日本人の作曲家にはちょっと作れない素晴らしいメロディーです。올해75세시바스케아스씨악을연주하는시바가문에서20대째대를이어오고있다그가자신의조상들에대해관심을갖기시작한것은5이넘어서다やはりその学者の中に駒学やってるね駒学っていうのは朝鮮半島から来てるんだよっていうのが書いてありますんでねああそれを読むと自分がねやっぱり高句麗先祖ご先祖様は高句麗が来たんだなっていうことはうっすら分かりますね。악을연주하는가문은교토오사카나라세지역나출신인시바씨는자신의조상에대해새로운사실을알게됐다제가보다ある人が調べてくれたんですけども朝鮮の駒の王様に行き着くんですねこれちょっとびっくりしたんですけども実はここまでしか分かってなかったわけですねこの辺までしかあここまでしかそしたらこの前まだ前がありますよと調べて駒神社の方が調べてくれましてそれで단지일본에서고마악을연주하는가문으로알고있었지만그뿌리는고구려에있었다는걸최근에알게된것이다일본이름이되어있어서아직까지기억하는데안조오고안고구리第22代国王って書いてあるんですから、まあ本当かなということはあって一応ね今、これを信じなきゃならないわけですけどね、はい、私はもうずっと下のこのところにいますから、それが先生です。そうですそうです。갑자기많은친척들이생겼다고기뻐하는시바스케아스씨하지만일본속고구려후손이얼마나있는지우리는아직알지못한다일본의성씨는복잡하게분화되어있습니다하지만역사속에뚜렷하게기록되어있는성씨들이있지요혹시일본인을만나서명함을교환할일이생긴다면그명